どうもなるみです。なるみさんが気抜いて伸びを始めたときに始めました。シティハンター見ましたかおサイバリオネットフリックス。めちゃめちゃ面白かったわ。おそれは何ですかネットフリックスです。<laughs> <laughs> ネットフリックスでね、映画「シティ・ハンター」が始まったばっかですけど、あれはやっぱ評判いいっすね。僕も見たたけどめちゃめちちゃゃ良かったわ シティ・ハンターは2024年4月25日よりネットフリックスで配信された日本の映画『宝条塚』の同名漫画を原作としておりこれまでに香港版や韓国版フランス版が制作されてきたて同作にとって日本国内では初となる実写映画家でもある監督は佐藤なんとかさん主演は鈴木亮平さんですと、うん、すげえ完成度高いから見た方がいいですよ皆さんへえー、男性の男性まあ女性もだけど 芸能が全く疎いからこの鈴木なんとかって言われると全く分からんななんかね芸能疎くても全然問題ないっすねあそうなんだシティハンターだからねうんへえ<ん>僕シティハンター疎いんだよな <laughs> シティハンター疎いとかあんの <laughs> シティハンター実はねなんかシティハンターそんな複雑じゃないこれ言いたいんだけど <laughs>、うん、あの気をつけた方がいいよシティハンター実はね40代以上にしか通じてないよそうなのだから成美さんがシティハンター楽しいって言っても 今これのどんぐりシティーハンターって別にあれじゃないのアニメでずっとやってなかったやってないよ。<laughs> あのーまあ、僕もリアルタイムじゃないと思うんだけど、あのー、再放送で見てたんで、ね。ああ。そうだね、ね再放送で。リアルタイムはもっと上なんだよ。そうなんだよ、よそうそうそう、そうだよね、やっぱ。だってシティーハンター、あれだって、1987年から90年とかだよ。あ、85年から91年が連載だって。あれ,あれじゃあかぶってんだな、一応。でもまあ、さすがにちょっとあれだよね。 なるみさんんさもまだ幼すぎるよね、うん、そうう悠遊白書とか「スラムランクの1個前世代のジャンプ作品だよね。1個前なんだよね。そう。だからアニメがねちょうど良かったんだよ。再放送でね。87年からアニメやってたけどただ再放送で見たのが僕中3とか高校生とかだからはいはい。じゃあそんぐらいにやってたんだ。そうそう。そう。けどそうだね僕これだから多分うん僕の同年代ぐらいとかは。 あんま分かんないんじゃないかな分かる人少ないと思うなあの分かる確かになんかあれでしょちょっとやるときはやるエロかっこいいサイバリョウが、うん、がななんかいろんな女の人たちといろいろありつつも事件を解決していくストーリーだろうなっていう概念は分かるんだけどそ,そんなね複雑じゃないのよ単純単純なのすごい毎回1話完結でさ登場人物もサイバリョウっていう人とそのパートナーしか固定されてないから、うん なんだろう原作知ってよか知ってもないかどっちでもいいっていうのはあるんだよねうんあー、シュウエイシャンのジャンプコミックスの、だか中間シャン、週刊少年ジャンプの漫画なんだそうそう、ジャンプへえ。あれ、ゲットワイルドすごいよくできてる、うん、ゲットワイルドでシティハンターはあ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 。まあ、あれ、キャッツアイってキャッツアイも同じ、同じ工場司だよね、なんかキャッツアイと僕もキャッツアイもシティハンターも同じ時間帯に再放送やってたね、アニメで。 あーやっぱなんか僕、キャッツアイとごっちゃになってるけど、まあさすがにわかんないな。キャッツアイの方がね古いんだよね。なんかキャッツアイに次いで2作目らしいよ。うん <えー S 1> その辺連続してやってたから、なんかキャッツアイもシティーハンターも両方出てる人とかいる気がするんだよね、キャラで。ね、いそう。うんへえー、なるほど。で、これをネットフリックスで、何これは2時間の短編短編じゃないじゃなくて、あの。 1>, 1時間40分ぐらいで終わる、もう<あ>映画。そういうことなんだ、じゃあ、八話連続ものじゃないから、はい、サクッと見れるよ。あ、それはいいね、見てみよう。めちゃめちゃいい、あの、やっぱシティーハンターを子供の頃、アニメで見てた人からしたら、鈴木亮平の再現度とか、栽培量の寄せっぷりがマジですごいなと思うと思う、体つきとかすごいのよ、鈴木亮平は。へえ<ー>銃の使い方とかね、相当練習してるんだなっていう、本人の努力が見えるような作品だったね、すごい。 最高でしたね。へ<ー>ゴールデンウィークが楽しみ、それぐらいかな、僕は。そんぐらいシティハンターには感動してよかったな。僕の周りでもね、すげえ評判いいんだよね。ね評判もいいっっ、ね、良さそうだけど。うん、でも、僕の周りは見てないな、実はあんまり。あの、人気です。評判いいっていうのは知ってるけど。相当プロモーション頑張ってるからね。ね。新宿でなんかプロモーションしてるもんね。これ多分、あれだな、僕の友達がプロモーション担当してる気がする、ネットフリックス。応援したいね。 うん、最高でしたね。なるほど。僕の好きな俳優のガン・キョウタロウさんが出ててよかったな。とかね、いろんないいところがあった。へえ。今、ダンカオルさんの話した何な,な,なんて人ガン・キョウタロウさん。ガン・キョウタロウ。ガン・キョウタロウさん知らない知らない。いや、言われてもわかんない。僕、ちょっと本当に申し訳ない。ガン・キョウタロウさんわかんない。わ <laughs> かんないよ。<laughs> 漢字で書くとメガネ太郎って書くんだけど、ガン・キョウタロウって読むんですよ。 今、ググったけど、僕、こういうのって大体ググったら、ま、なんかわかる気がするけど、ググっても絶対わからんわ。ええ、この人はもう、なんだろう、名バイプレイヤーとして有名な俳優さんですよ。カメラを止めるなに出てたらしいよ。カメラを止めるなでもいい役だったし、うん、今回のシティハンターでも、ガン・キョウタロウらしい、めちゃめちゃいい役出てるので、この人に注目してる人は、本当と楽しみにしててほしいですへえ<ー>。<laughs> っていうね、いろんな、実はこの人も出てたみたいなのが結構、 隠れてる感じがしたので 2>,、うん、2回3回見れる作品だような気がするんだよねそんなにいろいろ仕込まれてそうな感じへえネットフリックスだと3体見たよ僕ああどうだったんですか3体はああま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 あ面白かったんじゃないなんかそんななんかうおーめっちゃ感動っていうのはなかったねうんあれも映画え,ーっとえっと8話八話だから一部までじゃないかな確かに あ,あれ3部とかあんないけそうそう3部作だから、まあ、正確には0とかもあるけどそうだねうんまあそんなになんだろう原作と全然違うっていうのもない,やいくつかないっぽいんだけどでもそんなに全然違って実写化してクソだみたいなのもないから、うん、まあまあいいんじゃないかなけどねこれ僕飛行機の中でこうフライト中に寝ながら見てたから6割ぐらい覚えてないんだよな <laughs> 内容が頭に入ってないよっつってなも最近ネットリックスいい作品がすごい出てる気がするんだよね例えば僕に一番楽しみなのがねまだ公開されてないんだけど「タイムパトロールボン」ですね藤子不二雄の SF 漫画知らんタイムパトロールボン TP ボンって書くんだけど<ん>これは結構知る人ぞ知る名作なんですよ藤子不二雄作品の中でへー知らない普通の男の子が なぜかタイムパトロールになっちゃって世界の歴史を行ったり来たりして問題解決していくって話なんだけどねこれ何ネットフリックスなんのなる本当だアニメでこれは相当すごいと思うな5月2日配信開始だってうん。これがゴールデンウィークの僕の一番の楽しみーシーズン1が5月2日に出てシーズン2がもうすぐ7月に出るんだよねうんで。やっぱ藤子不条といえばドラえもんとかもすごいけどこういう SF 短編集がめちゃめちゃすごいのでこれによって タイムパトロールボーンが結構有名なるんじゃないかと思うんだよね。今まだちょっと地味な存在だけど。ひょんなことから新隊員としてタイムパトロールに加わることになったボン。先輩隊員のリームと共に歴史をさば遡りながら不幸な死に方をした人を救うという任務を遂行していく、うん、この作品は想像が膨らむエキサイティングのカテゴリーに分類されております。で、これを見ている人でおすすめな人はゾンビになるまでに死体100のこと、スズメの戸締まり、ダンジョン飯、怪獣8号、 滅のスパイファミリー雨を告げる漂流団地などが同じようなカテゴリーになっておりますタイムパトロールボンが漫画で連載されたのは1978年ですよ少年ワールドとかよくわからん漫画雑誌で正しいねへえ僕や成美さんが二十歳ぐらいの時生まれてない <laughs> 生まれる1年前だな俺だ最近やってるそのもう「スラムダンク」とかさ「悠々、うん、白書」とか「シティーハンター」とか タイムパトロールボンとかもう40年前とかのばっかりやってるもんねもね <laughs> 前なんだっけ何か言ってたよね「スラムダンク楽しい」っつって何かあれトップガン <laughs> トップガン見て <laughs> <laughs> 俺たちは何の時代を生きてんだっつって <laughs> も,うもうロックオンされてるよ僕らの子供の頃がもう人口のボリュームゾーンというかおっさんとして攻めるしかないみたいになってんじゃないですかね金使う人がね最近もねなんかもういいかなと思って若い人の 新しいもののを知るのは<お>もう諦めたわ<お>タイムパトロールボーンの方が面白いもん <laughs> <お>シティハンターの方が面白いもんバウンディ聞かなくていい若い子の文化は僕はもう取り入れなくていいと思ってる<お>断絶しながら生きていくよもうちょっと前までね最新のものも知らなきゃとかさはいはいかる若い人に何入ってるのか一応知っておかなきゃとか思ってたけど、うん、良くないもん楽しいんだから<お>シティハンターのもっこりがさ <laughs> <laughs> 残り,ももりが不謹慎とかどうでもよくないっすかや,やっちゃう,そう,いうっていう <laughs> まあね、ここはカットしますけどねいや、いやいいんじゃない僕、これいいと思ってて、どのタイミングでそっちに切り替えるか、僕、結構昔から思ってるね。<laughs> いや、それね、多分思うんだけど、うん、45くらいでくると思うんだよ。多分30半ばくらいから若い人の情報も頑張って摂取しようっていう時期があるのよ。うん、わ、うん、かる。無理して、無理して、一応情報は仕入れる。 人に聞いたりしてね順応しようとするんだけど、うん、諦めがつくんだよもうこの45ぐらいではい、はい、自分の若い頃楽しかったものをそのままずっと楽しんだよって分かるよしミスチュジ聞こうみたいな感じでもうこのまま死にたいっていうふうに思うんですよ分かる僕も未だにポルノグラフィティとかあのラブファントムとか聞いてるもんそうなんだよねそうでただ僕結構多面的で未だに TikTok 見て楽しんでるから、うん、結構ね多分新しいことへの TikTok 見て楽しんでるというかもさ、<laughs> だらだらと。でも、なるみさんっていうか、なるみさんの同年代とかって別に離れられないのものもさ、もう見ないでしょ、全然。まあ僕は全然見ないけど、周りは見てると思うけどね。見てる人いるアプリとか入れてんじゃないのこう同じようなネット系の仕事してて、TikTok のアプリ入れないとかってあんまないような気もするんだよね。いやでも、おじさんたちさ、結構そこに、うん、あの脅威を感じてないちょっとあれは開いちゃうん。 自分完全に自分じゃないんじゃないかみたいな。言わないだけじゃないのかな。で結構僕、新しいもの、なんだろう、見るのは好きだから、見たり聞いたり。だから、できるとは思うけど、うん、とあれかな、年齢いっても若いのを知って楽しんでるみたいなマインドでいたいなーっていう思いがあるから。うんあの そこの可能性を消さずにいるんだけどそういう時期は俺にもありました <laughs> やっぱり <laughs> やっぱり <laughs> それが弱ってくんだよその弱りに対して対抗できんのかなっていういやそれはね僕訓練筋肉みたいなもんだと思っててエンタメを新しいのを見て楽しめる筋肉、うん、なんかそこをその筋肉がさ弱ってくんだよだから鍛えるんだよずっと鍛えるんだよもう新しいさ何、うん、本当にさ ただ鍛えることでさ、ずっとムキムキでやれるんだったらさ、<laughs> おじいちゃんもずっとムキムキじゃん。いやどこかでさ、ちょっとまあ自分とはターゲットじゃないから見なくていいかなとかって言ってさ、そう、ほら、だめだめ、もう。それが来るんだよ。あと、それと同時に、うん、も,うものすごい勢いで、ものすごい川の流れの勢いのように、シティハンター、悠々 <laughs> <laughs> 白昇、パトールボン、<laughs> スラムランク、トップガンってく流れてくるから、もう、あ、この流れに乗ろうって <laughs>、流されればいいやってなっちゃうんですよ。 テレビドラマ、不適切にほどがある、見てるいや僕、僕、テレビがなくて全然見れないんだけど、それは。<laughs> でも、あれも懐かしがるようなことだよね。<laughs> まあ、僕も全く見てないんだけど、見,見るつもり。そ<と>、ま、うん。n e t f l で IWGP がめちゃくちゃ順位が上だったりとかしてさ。<laughs> <laughs> ちなみに僕は全部見ました。見てんだ。n e t f で <laughs>。だから、言ったこと,と全然違うじゃんだから。<laughs> <laughs> 流されてるよ、川の流れに完全に。キン,キングかっこいいわーっつって。濁流に流されてる。<laughs> キン金か,いいっっかっこいいからさ、いまだにさ、クボスカ介のあの時のキングの演じ方についてる記事が流れてきてさ、<laughs> フィスブックやツイッターで何年前だよっていうね。ほらもう足腰弱くなってるよ。いや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 、<laughs> 僕あの、誠のピーピリーピーピーピリピ,ピ,ピーピーはコウさんまで。ボントゥービーワイルのね。<laughs> そう。あの、わざと単音で高校か大学ぐらいまで僕、 はい誠って出て出たからね <laughs> 病気ですそれはもう <laughs> いたけどそういうやつね <laughs> ほら <ー S 1> ほらほらダメダメ僕は IWGP がもし何リメイクされてもう一回ルるっつったらさ耐えられんのいや僕は当時の出演者でもう一回とやったら耐えられるんですか何僕はなんだろう花束みたいな恋をしたとかなんかそういうのを見てね ゆとたはなんかもうすごい我々が分からんエンタメ見てああだこうだ1時間とか喋ってんだよそれに比べて我らはシティハンターだ <laughs> フジコフジオのボンダああ正しい <laughs> <laughs> なすめさん多分僕の僕のちょっと前の時よりも足腰今弱まってると思う <laughs> <laughs> なんかね、楽しんだよね。もうやられるよ、数年後が <laughs>。に。うん。なんだろうな。なんかね、僕、YouTube ミュージックで曲聴いてんだけど、うん、YouTube ミュージックはちょっと頭悪くて、レコメンド機能が。ネットフリ、えっと、なんだっけ、Spotify の時はそうでもなかったんだけど、なんか YouTube ミュージックって、一回、じゃあ、愛を取り戻せ、北斗の剣のやつ。うん、you are s h o ってやつが僕気に入ってて、それかけたら、もうなんか、なんだろう、うターゲット属性が下手で、お前はこれだろっていうのがもうなんかさ、何、Spotify って、 こうご飯で言うと、まあ、そば食べてるときにじゃあ和食もいいけどたまにこういうお茶もいいよねとかコーラも味変でいいよとかさ、うん、ちょっと変えてきてくれるけどもう <laughs> YouTubeMusic はそば食べてるときにはいじゃあこれは2発そばではいこのそばでもうそばでくるんだそう天ぷらとかでくるわけじゃなくてそば食ったらそばがくるんだそうだから僕のところはさ愛を取り戻すやったときにあのその後に「ゲットワイルドと」と あと、走れ、巻き場をとか思うのさ、ジャンプコミックスのののアながじゃない、うん、<laughs> そんぐらいの。正しい関連性はかる。<laughs> あ、キャッツアイとかさ <laughs>。はいはい、はい。いや、聞くけど、聞くけど、違う、僕この人、80年代育つのジャンプコミックスファンだな、今、40ぐらいなんて見まれてるん僕はもっとさ、何、バウンディとかさ、あの、はい、XG とか、ルセラフィムとか聞きたいわけよ。 なのに僕の言う順番、まあ、一旦聞くけど、うん、しかもさ僕部屋の Google ホームもスピーカーつないで、ね、音楽かけてって言うと一番最初にさあの、うん、走れ走れ巻き場を <laughs> <laughs> って,ってそんなのさリビングでかけたひど <laughs> いんだよリビングでかけたくないんだよ <laughs> これさひどいなトゥントゥントゥンって流れるからさげて <laughs> ほらもう違うんだよ。だから今頑張って、うん、あの違うのをかけて、こう何ほーら若いよ、私は若いよってさ、クリーピーナッツビン,ビンビンバンバンみたいなやつとかさ、はい、あとアドとか、うん、そういうのかけて、もう抗わなくていいよよよいやいや流されようよでそうするとアドかけた後に。 タッチがかかるからトゥン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 呼吸を止めてリビングで違うんだよ違う聞くけど聞くけどそっちじゃないんだよちょっとねそんな夏目さんに紹介したい記事があるんだけど何これ見てもらっていいですかシティハンターで一番かっこよく流れるゲットワイルドっていう記事があるんですよノートにこれなぜかっていうとアニメ版のシティハンターを全部見てどのエピソードの ゲットワイルド一番かっこいい顔を見たっていう人なんですよ。え、俺、分かってないけど、ゲットワイルドっていろんな種類があるの同じ、全部同じ。そうだよね。最後、エピソードがその一話一話終わる最後にさ、トゥントゥントゥンって入ってくるじゃん、イントロが。その入り方が一番かっこいいのは何のを検証した記事で、僕、これ、シティーハンターのネットフリックス版見た後に、もうシティーハンター大好きになっちゃって、これ全部見たんだけど、すごい良かった。この記事の中でね、 一番かっこよく流れるゲットワイドルは、うん、あ待って待ってこれあれではちゃんとノートネタバレタグがついてるから大丈夫、うん、<laughs> こんな2枚自分で言って思ったけどさ <laughs> 40年前の <laughs> アニメにネタバレもない <laughs> そっかでこの中で一番いいのはシティハンターの第2シーズンの50話さらばハードボイルドシティっていうのが一番いいよって言ってて、はい、これ見たんだけどむちゃくちゃ良かったねこのシティハンターみたいなああいうアニメにありがちな 爆弾がもうすぐ爆破するカチコチカチコチのっててはい、はい、赤と青どっち切るかってとこで、うん、イントロゲットワイルド入ってきて、うん、でサイバリョーガがっていうところがねめちゃめちゃいいんですよこれへえゲットワイルド大金って知ってる知ってるすごいよく知ってんじゃんゲットワイルド大金はもう常識です常識うんコロナ前の出勤がある時はさ、うん、エアポッツしてゲットワイルド流しながらオフィスを出るっていうのは日常的にやってたよ <laughs> そうすると、こう、かっこいいことをしたみたいなね。うん。あの、清井町のビルを背景に、夜の街に消えてくときに流すとすごい,いよ、やっぱ。でも、ゲットワイルド大金ってあれだよ。2020年だよ、言葉できたの。あ、そうなのそうだよ。だから、成美さんは、あの、自然にやってたってことだね。自然にやったのほ、うんと ?20 年ってもうコロナだよね。全然自然にやってたよ。そそうそう。そう,そう,うん。 2020年にこれ安住慎一郎の二丁天国でやってたから覚えてるんだけど僕はもう20代の頃からゲットワイルド体験でしたね <laughs> 自分の仕事を処理してビル出るときにかけていくっていうえ絶対ビル爆発してんじゃん、うん、でこの記事に載ってるいいゲットワイルド5000円ぐらい載ってるんだけど全部素晴らしいので見てほしいえネ<ー>ットフリーで見た後はこれ見るといいっすよあのアマゾンプライムで見れるのでということでぜひ何の話したか全然覚えてないけど まあとりあえずみんなでゲットワイルドを聞いて、走れ巻き場を聞いてタッチを聞くと。うん。もうする <laughs> タイマトルボンが始まるので。<laughs> <laughs> ぜひ楽しみに待っててください。お楽しみに。<laughs>